い、どうもロゴチャンネルのロゴです。今回もモトブログやっていきたいと思います。相棒は久しぶりの XL1200 スポーツスターですね。最近もパラ GN ばっか乗ってたんですけど、久しぶりに大型引っ張り出してきました。まあ、ということはいつものね、道楽家族ツーリングなんですけども、目的地の方はいつもの塩原の、ボビーさんにハンバーガーを食べに行くという感じですね。いやー、久しぶりにこの大型乗るっていう感じなんですけど、まあ、前回はですね、車検出したのが1月なので、そこから全く触ってなかったので約 2,3 ヶ月空いております。で、撮影日の方が今4月に入る頃ですね。まあ、3月もケツの方なんですけど、かなり暖かくなってきました。ようやくバイクシーズン到来という感じでね、これから、まあ、この動画がアップ以降は、かなりの頻度でモトブログ上げていければなという感じですね。まあ、そんな感じでね、ちょっと決意表明とかもしておきましたけど、とりあえずこの後はいつも通り走行動画をご覧いただきたいと思いますので、ワイプの俺と一緒にどうぞ。はい、ではここからね、ワイプの俺と一緒に見ていきたいと思います。今回はね、だいぶメーター寄りに俺が映っておりますけど、ご了承ください。そしてお察しください。今回はですね、バイクでは2回目になります、まあ、ボビーさんへの道のりなんですけど、この道路は相変わらず、まあ、楽しいですね。信号も少ないですし、山ということもあって結構気持ちよく走ることができます。まあ、若干こういったところでね、めちゃくちゃ段差がドーンってなる時があるんですけど、それが非常に楽しいところだと思います。で、今回はですね、まあ、いつも通りの家族3人ツーリングなんですけど、非常に暖かかったこともあってですね、結構スピードが出やすかったかなっていう印象があります。やっぱ寒い季節を過ぎるとね、ちょっと出ちゃうんですよ。いや、60キロぐらいは出るよね。で、まあ、今回ね、久しぶりの、まあ、土日かな、休日ツーリングということもあって、まあ、だいぶ、やえ、まあ、久しぶりにね、いろんなバイカーの人がすれ違って、今回4回ぐらいかな、野営できたので良かったですね。まあ、なんだろう、イメージなんですけど、割と土日のツーリングでアメリカンはアメリカン同士のよりも野営が多いですよね。いや、いいですね。なんか心が洗われるような。で、この辺もですね、見どころっていうのはそんなには少ないんですけど、まあ、こう、ぐねぐね道っていうのが楽しんでいただければなって思います。おぉ、結構いい音しますね。さすが、コブラのマフラーです。自分のね、いろんなバイク乗ってますけど、やっぱハーレーのね、なんだろう、このトンネルの音っていうのかな、これ聞いてるときが一番楽しいかなってふうに思います。さあ、ここはいつも通りですけど、ちなみにさっきのところ今右折したと思うんですけど、右折のところ別にまっすぐ行ってちょっと遠張りなんですけど、あれからでも行けるんですよ。お寺の方を通って余市の里かな、道の駅の那須の余市の里みたいなところあるんですけど、そっちからでも一応行くことはできますけど、えらい遠回りになります。まあ、言ってしまえば一周できるっていうのは結構面白いルートかもしれませんね。さあ、目的地に行く前に、ここで大体いつもお便所休憩なんですけど、暮らしの館のところで一回休憩しています。で、ここで写真撮るんですけど、俺のバイクは見えません。残念。さあ、そんな感じでお便所休憩の後は、まあ、いつも通り走行ですね。暮らしの館から、ボビーさんまでは結構、まあ、ちょうどいい距離なので、一旦休憩入れるんだったらあそこかなっていう感じです。その先行くともうコンビニとかしかないですからね。ちなみに暮らしの館さんはね、冬場になると、甘酒いただけるところだったりとか、帰り際は食べるんですけど、お蕎麦とか食べられます。さあ、ここが一番わかりづらいポイントなんですけど、肥料だかなんだか飼料かなんだかわかんないですけど、そこのとこ左に曲がっていって、直進です。前回ボビーさんに行った動画で、ここで対向車がめちゃくちゃはみ出してくるっていう危険な状態だったんですけど、今回は大丈夫そうでしたね。で、一番多分ね、ルート的にここ好きかもしれない。館過ぎてからは。こう、ぐね、ぐね、ぐね、坂道っていう感じだからね。走ってて楽しいです、ここは。で、もう周りも何もないですからね。景色的にもすごく綺麗です。いいですね。これ多分時期的に作物があればもうちょっと色合い変わったりするかもしれませんね。前回も結構寒い時だったはずなので、あんまり景色は見られなかったんですけど、秋とか行きたいですね。にしてもこのヘルメット風切るよ、すげえな。で、このまま走っていくわけですね。
本当でもちょっとライスライン入ってくると割とその直線が多いので動画映えはやっぱしないなっていうのは前回ちょっとまあ言ったんですけど思いましたね。うわ風がすごい、バタ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 してる。ちょっとヘルメットも回収しないとな。ここのねシールドの隙間がやっぱりその、ま、カメラマウントの紐がこうついてるんですけど、そこにこう引っかかってしまって、シールドがちゃんと下がらないっていうところもあるので、ここら辺にちょっとテープとか入れた方がいいかもしれませんね。さあライスラインといえばここの、まあ、新幹線だからわかんないですけど、この線路の下通るところ、ここも俺好きなポイントの一つですね。でここを抜けて、さあもうだいぶ来ましたけど4号線にぶつかってここ右折ですね。もう頭入ってるからもう関係なしにこうパパパッと行けるのいいね。前みたいにこう知らない道路だとやっぱりおっかなびっくりだったりするんですけど、うわーびっくりした、段差にびっくりしたわ。でちなみにここを右に曲がるんですけど、ここに入る前にちょっと違う左入ってから右とかね、ちょっと道も考えなきゃなんないなとか言ってましたね。さあここら辺もなんか結構オシャンティーなお店が多いですよね、改めて見ると。多分どれも美味しいところなんだろうなっていう感じですけど、さあだいぶここから飛びましたけど、まあいろいろなんやかんやあって大高の湯ボビーさんのところに到着ですね。この日うちの親父が土地狂って変なとこ飛べましたけど本当にごめんなさい。お母ちゃんのバイクだけはなんとかあの手前に止めさせることに成功したんですけど、親父だけがなんか土地狂ってお店の前の方に持ってったんですけどね、あの親父そういうとこ土地狂っててね、言うと怒るんですよ、うざいよね。本当にイカれてんなと思いますけど。で到着と、本当ここ相変わらず面白い場所にありますよね。で今回ですね時間の方が11時40分かな、もうお昼ぐらい来ちゃったのでだいぶ混んでおりました。まあ、基本的こういうところはやっぱりオープン時刻に行くべきかなっていうふうには思うんですけど、まあ、今度ちょっと出発が遅れちゃったのでこんな感じなんですが、もう十数台ありました。で今回食べたのはですね、普通の、バーガーのビッグバーかな、ビッグバーガーと、写真撮ってないんですけど、あのボビカレーですね、まあ、冬場名物のボビカレーをいただきました。美味しかったです。今回はですね、なんだろう、パンもしっかりこう盛り上がる、まあ、前回ちょっとねパンがキュッてなっちゃうんですけど、今回はしっかりこう丸みになってて、なんかバーガーらしい形でね、その視覚的にもすごく美味しかったし、味の方ももちろんジューシーで非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。で親父はチーズがお気に入りだったみたいで、チーズバーガー、やえー、これね、やえー、ごめんなさい、ちょっと話あれですけど、ここでやえーするときさ、あの信号のカーブ先やえーって結構危ないですね。まあそれはいいんですけど、まあ本当にこのハンバーガーはね、親父はチーズバーガーがお気に入りで、まあ、食べてて、で母ちゃんがちょっとハンバーガーがあんまり得意じゃないっていうことでフランクバーガーになったんですけど、そういった人にも本当にそのフランクバーガーとかを用意していただけてる点で、やっぱりそのちょっとハンバーガーのお肉感が苦手っていう方にもこうお楽しみいただけるっていうのはすごくありがたいし、まあ、今回でところあとチーズケーキとかもいただいてるんですけど、やっぱ美味しいものが多いお店ってやっぱりいいですよね。はい、まあ、そんな感じであとはね戻っていくんですけど、さっきちょっと前半の方でちょろって言ってたんですけど、さっきの暮らしの館でちょっとしたお蕎麦食べるので、戻っております。で暖かくなってくればもう一個難点が、さっきちょっと映ってましたけど、やっぱトラクターが多くなってくるので、これ帰り道取ってないんですけど、トラクターが30キロで道路塞いでたみたいなこともあったので、まあバイクだったらいくらでも抜けられるんですけど、車だとちょっとイラッとする機会も増えてしまうかもしれませんね。夏場とか特に注意した方がいいかもしれません。でやや桜とかが全然咲いてなくてあんまり見応えはないんですけど、もうちょっと暖かくなったらもっと綺麗になるかもしれませんね。さあここは先ほど俺が言ったあの危ないあのはみ出してきた道路の反対側なんですけど、これ下りでもやっぱ気持ちがいいですね。走ってて下ってグネグネですから、ここをグネグネと、まあ、あわゆくももうちょっときついところが一箇所ぐらいあってもいいなっていうような印象がありますね。のんびり走るのにはいいんですけど、結構ここだけ長回ししてるね。すごいすごい、やっぱ好きなんだな。編集した時の自分の感覚とかも分かりますからね、多分ここ見てほしかったんだな。で、そのまま戻って暮らしの館に再トライ、まあ、再トライというかもう一回入って食べる楽しみなんですけどね、
さあ、最後はですね、こんな感じで記念写真撮って、いいですね、結構桜がちょっとだけ咲いてたので、その下で撮らせてもらって、で、ここで蕎麦食べました。はい、っていう感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。最後無駄に蕎麦を食べてしまったせいでめちゃくちゃお腹いっぱいの状態で帰ってるんですけど、まあ、それはさておき、今日めちゃくちゃ天気最高でしたね。快晴だし、気温もあったかいしっていうところで、もう絶好のツーリング日和で、そんな中で食べたボビーさんのハンバーガーはもう格別にうまかったですね。で、今回で3回目なんですけども、完璧頭に道のり入ってるので、もう到着までもう何も考えずにこうパッとつけるから、もう疲労感ないんですよ。で、その状態で食う飯ほどうまい前ものはなかったので、もう今日最高のコンディションだったと思います。はい、という感じで今回の動画は以上で終わりたいと思います。もし動画の方とツーリング風景気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価で応援の方よろしくお願いいたします。最新情報はツイッターなんかでつぶやいてますので、よかったら下の説明欄からお越しください。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。